本当によく気づいてくれた、タオ。あ、いや、実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。で、人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたら、この図があったってわけ。タオの家は、この島の手入れを役割とする家系だったのかもしれない。タオ君のご先祖様は、錬金術師だったのかな。それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ、僕の家のことなんかより、ライザ。Yeah, fair enough. データ! これが人工島空間への入り口だ! この下に行けば。俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。I'm surprised we aren't anything it. Or anyone isn't just, you know, coming to investigate the shaking. Oh well. Let's see what we find. Achievement unlocked, a man-made island. That's a plot twist I hadn't seen, well, not much earlier, but... すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。いや、僕らの島が全部そうなんだ。Yeah, that's quite impressive. ところじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか。ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。ねえ、グッドポイント。何のためにってのもあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。私たちがなんてことなく暮らしてた空間島も、これが本当の姿なんだね。すごいショック、huh?He's suddenly excited. Oh, yeah, there's probably like a bunch of quests and stuff, right? Yeah, I figured. Some more things, more treasure clues, and fight. I'll do all of those later.Oh yeah, there it is. There's exactly one landmark here. Yeah, I feared there wouldn't be that much of a chest here, but... There is a chest on the other side. Not exactly out of sight. No monsters either.Bottle star. So now we have three bottles all of a sudden.
Okay, yeah, those are world breaking. Ether Aqua. Definitely world breaking. I just lead swag. Mutant Town. Riverstone, Quarterstone. Keep going. Jeez, there's like everything here. Well, not quite, but there's a lot. So easy to gather too. Either way, it's some pretty good materials, I bet. Moving on. That's probably best not to touch that. プリストン、タウンのやつ。ここに来てからやたら元気だな。まあ、多めに見てやれ。得た知識を実体験で答え合わせするってのが最大級の快感なんだ。ここは何の部屋なんでしょう。複雑そうな仕掛けがいっぱい。さすがに私も見ただけではな。 タオの言葉通りなら島を制御する中枢のようだが、どうだった？ああ、これは儀式の細部じゃないんだ。あれ、もしかしてこの構造も知ってる？すっかり没頭しちゃってる。おい、タオ。 何かの仕掛け。まさか。これプレスかい。やっぱり、そうだ。あれは儀式じゃない。これをここを動かすための手引き書だったんだ。タオ、いい加減戻ってきなさいよ。何がどうなってるの？え？あ、ごめん。僕の家って アンベルさんが言った通りだったみたいだ。この島を整備する過程ってことだな。察するに、それはこの島の制御装置というところか。うん、僕が散々本の中で見た儀式のようなものは、この人工島を管理する、これの動かし方だったんだ。こっちは地下にあったから劣化もしていないのか。そもそも島の中にあるこれは、何の装置なんだ？ そういえば、人工島って作った後に何をするものなのかな。海を入ろうって命令したらそこいらに入るとか、魚を取れろうって命令したら浜に魚が打ち上がるとか。そんなわけないでしょ。で、言えること分かってないというか。タオ、どうなの？ ちょっと待って。見せろかな。次、あった。よく見せろった。これが島の状態かな。アンベルさん、わからないところを一緒に見てほしいんだけど。なんだ。これは島の全景か。人工物の部分だけを示している。 周りのこれ、潮流だと思うから、そんなことは。あれ？ってことはまさか、この島って。二人してボソボソ、何を。ライザ、大変なことになっちゃった。それとも、とっくになっちゃってたのか。二人とも、 どうしたかといえば、そうだな。ようやく事態の全容が判明したというところか。
本当？でもそれにしちゃあんまり良くないことなのかな。うん、あんまりではないな。以前から全ての問題は湖の潮流の変化によって生じたと推測していたが、その潮流が変化した原因はこの島が動いて位置が変わったから。Oh. はあ？島が動く？そんなバカなことが。この島、元から湖の底に接してない、湖に浮かんでたんだよ。それがもう動力が切れる寸前で沈みかけてる。島は動いてるっていうより流されてるんだ。Oh. それってなんとかできないの？わかんない、わかんないよ。落ち着けタオ。ここは一度アトリエに引き上げて、みんなで考えを整理しよう。Yeah, you think?Well, if the power is running out, then just make more power. 簡単に言えば、空間島は錬金術の力によって湖に浮かんでいたが、その力が衰え始めている。結果、島はわずかずつ漂流し、湖の潮流が変化した。このまま放置すれば、遠からず湖に沈むことになる。なんとかならないんですか？なる。はあ？なるのかよ。理屈としては単純だ。島を浮かべているもの、すなわち衰えた錬金術の動力を補充すればいい。じゃあ今すぐそれを調達しなきゃ。まあ待て、問題はここからだ。あの部屋にあった動力のものを調べてみたが、簡単に作れる代物ではない。今の錬金術はおおよそクリント王国のものを元にしているが、継承し損なったものも多い。でかい構造物を動かすだけの動力源を作る技術もその一つだ。特に素材がな、錬金術師に技術があっても素材がなければ調合のしようがない。じゃあもう手詰まりってこと？一応それを得る手がかりはないでもない。おい、リラ、こいつらなら言わなくてもそのうち気づく。なら悩む時間を無駄にさせたくない。お前たち、かつてクリント王国が多大な労力を払い、いくつもの門を開いた理由を思い出せ。So we're going to the underworld. お前たちが異界と呼ぶ我らの故郷に、奴らの錬金術を支える資源があったからだ。でも、あそこを掘り返して調べるなんて、それこそクリント王国の奴らと一緒じゃねえか。今はそこにこだわるべきではないだろう。お前たちの故郷を救うためだ。リラさん、すまねえ。わかった。向こうにはフィルスタもいるから、そう簡単に調査には行けないだろうけど、考えてみる。ライザー、ちょっといい？動力が戻る前提で、一つ大事な話があるんだ。後でもう一度、あの地下の大部屋に来てくれないかな。Sure. うん、わかった。それでタオ、大事な話って何？ああ、見てよ。ここに3つの大きな装置があるよね。あるけど、それが？いろいろ調べてみたんだけど、実はこれ、淡水化装置なんだ。淡水化って、なんだ？あ、もしかして、湖の海水を真水に変えるってこと？真水って水のことだよね。え、マジかよ。それってつまり水が作れたりするのか？うん、これが人
人工島で暮らすために用意された本来の水源なんだよ。トレッペの高台とゴーデン地区にある噴水がこの装置で作った真水を流す場所ってことらしい。どっちも水が枯れてるのはこの装置が止まったせいなの？うん、装置が壊れてからかなり長い時間が経ってるみたいだ。あ、まあどの道動力がないと動かないけどね。なんだ、やっぱりダメなんじゃねえか。動力の方も全然目処が立ってないってのに。そんなことはないよ。希望が見えてきた気がする。うん、僕もそう思う。だからライザに話したんだ。希望だって？今の状態が？確かに装置を直す、動力を確保する、あと門やフィルフサの件、今までも何もわからないままじゃなくなった。私たちが頑張れば届くかもしれない。それこそ希望なんだね。随分とか細い光だな。でも確かに目指す先は分かったとは言えるのか。やれることをやれる限りやっていこう。少しずつでもいいから、みんなで。あ、そうだ、ボースにも教えないと。あいつも知っておいた方がいいと思うし。Oh yeah. Just bit of a detail, huh? Yes. Ikuzo. Kita no hate no to ni sundeiru shima wa jinkou to to shita ka. Well, you can see the way in if you want. Shinjirareru hanashi demo nai ga. Masaka.疑ったりはしないよね。あの門や異界を見た後だからな。それで止まった水源の方はどうするつもりなんだ？うん、動力は今のところどうしようもないけど、まず修理だけはしておこうって思ってる。修理に必要な部品を大急ぎで調べてる最中だよ。調べる本がいっぱいある分探すのが大変だけどね。急いで。盗っ人の牽制なんか惜しくもない。またま、俺は今すぐにでも壊したいんだ。ボス、盗っ人ってのがブルネン家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。何？その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。ただ行きたくて悪魔の野に踏み入った。その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。いや、それに今こうして私たちが島の危機を知るきっかけにもなってくれた。全部事実でしょ？それは、そうだ。まあ、持ち帰った玉を村で威張るのに使ったとこだけが気に入らねえかな。メント、混ぜ返さない。とにかく。あんたの言うブルネン家の勇敢さってのは本物だと思うよ。分かったから、早く何とかしろ。It's so nice。 坊ちゃんと急行は温めてきたか？報告は済んだかだろ。ちゃんと済ませて、ついでに嫌味もぶつけてきたよ。 I would。 そう、よかった。じゃれてることはクラウディアのお見通しね。でも確かにボースが言ったみたいに急がないと。Yep. いよいよ歓喜が来るね。門の監視は継続している。淡水化装置を復旧できたら一度聖地まで探索に行こう。ああ、ここからは時間との勝負だな。なんとかしてみせる。絶対に。I'm glad it's not actually timed. That would be a problem. Okay, so back to the atelier, I guess. A lot of talking in this section, but it's a JRPG. It was gonna happen eventually. Mental. 一人で
どこ行くのかな。気になる。これは野獣馬根性なんかじゃなく、錬金術師としての勘なのよ。Right, that's what it is. You're not just curious or anything. 一人でどこまで行ったのかな。今更こんなところで魔物にやられたりはしないと思うけど。戦い？まさかフィルスタ。どうしたボス？実戦はいつもいきなりだぞ。まだ準備できてないなんて言い訳は通らねえんだ。誰が言い訳なんぞするか。レントのボス。俺の頼みとはいえ、訓練に付き合っている暇があるのか。やることは多いはずだぞ。お前の頼みだからって特別扱いなんてしねえよ。俺のやることは剣の腕を磨くことだ。俺はライザみたいに錬金術もできねえ。タオみたいに修理の計画も立てられねえ。クラウディアみたいに周りのことも気遣えねえ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。Fair enough. 俺が相手をしてくれるなら何だっていい。Fair enough. 俺も実力が近い方がいいけどよ。ランバーはどうした？あいつこそお前の剣の稽古相手なの？あいつは荒ごとに向いていない。ああ、それを見ないふりして自分が強いと思い込むために利用していた。だからもう巻き込まん。キロに再び会うために腕を上げるという俺のための訓練ならなおさらだ。おお。理由はあれだが、確かに大した勇敢さだよ。あんな恐ろしいところにもう一度行きたいだなんてよ。お前こそあの塔まで行ってきたんだろ。なぜそれを村の連中に言って見返してやらない。たどり着いた時まではそのつもりだったんだ。いざ塔の頂に立ったらどうでもよくなっちまった。冒険は楽しいことや嫌なことに出会う俺のもので、他人に認めてもらうためのものじゃない。分かったふうなことを言いやがる。お前も冒険に出てみればわかるかもな。まずは俺に勝ったらってのは無理だから、せめて互角になったら出歩いてみるがいいさ。言ってろ。すぐに追い越して同じ言葉をかけてやる。その憎まれ口、アガーテ姉さんやモリッツさんにみんなで怒られてた頃みてえだな。そんな昔のことは忘れたな。ああ、そうかい。So sweet. Okay, so focus on synthesizing and wait about 3 days. Oh great, that means I won't be able to do much grinding. That's an issue. どうしようかな。 Okay, well, there's one thing I definitely have to do, and it's this. Do I have what I need yet? Probably not. Alright, I need that. Oh, I guess that works. Wait, why am I even bothering with this? I just realized I don't need to. Detonate and decimate, achievement alert. これはどんな道具なんだろう。ロッテンサブを作ったようだな。アンペルさん、これって何なの？ただの杖のようにも見えるけど。これは振り回すことで炎が出る魔法の杖だ。
いろんなものを燃やすことができるぞ。すごい。じゃあこれを使って魔物と戦えば。いや、炎を当てることはできるだろうが、そこまで丈夫なものでもないし、戦いにはあまり向いてないな。それよりはやはり最初道具として使うのがいいだろう。とはいえ、燃えるものを取るのに使うのはやめた方がいいだろうかな。Ya, yeah, I can imagine. Tutorial, bomb robot. The bomb robot can be equipped and used as an exploration item. 20 field press and hold. Ok, ya te dicho. I'm going to make a good one. Okay, really? Okay, that's just outright stupid. Okay, so. Let's just go with the good quality. So I will need more hammers. At least a few of them. So I need beast shell. I'll be sure to add that later. Okay. And I still have
できそうな予感。That's all I can add right now. どれがいいかな。これでさ、どうだ。悪くない。But it will do. I can always upgrade it later.Oh, that was fast. Ryza, wakatta yo. Nani? Wakatta nda yo. Tansuika sōchi o naosu no ni hitsuyō na buhin ga. Honto? Donna no ka misete. Nanka hen na katachi shiteru ne. Ikutsu mo aru mitai da kedo. Koitsu ra ga ikutsu ka renketsu shite kumiawasaru nda.そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。Of course. できそうか。任せてよ。形も分かってるし、なんとかしてみせましょう。早速採取に出かけないと。じゃあ私出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。Good plan. すっかりみんな手慣れてきたようだ。ああ、頼もしいがなんだか寂しくもあるな。そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザー、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。3000 super super steel gear, huh? Fair enough.Let's go ahead and equip this. How much does that actually take to... Oh, that's not so bad. And they need to be high quality, but... Yeah, you can probably do that semi-easily. So yeah, I hope you all have fun, and I'll be sure to grind and level up and stuff in between episodes. And late next time we will be making those and continuing the story probably. Also side questing, as usual. So yeah, I hope you had fun, and I'll see you next time. Bye!